はい、ではね、続けて、すごい気持ちでしたな。マクソー。マクソーでいいのかな、ねえ。315W タイプですね。いよいよ28mm タンクになります。これがこれ iJoy ね。ここが60から315Wですね。ねえ、まあなんか勢いで買っちゃったけどってとこですね。このモッドね、ここが薄いんでこれ以上も入らないですね。浮いた状態になります。とりあえず読みができるかな、まあ、300なんでとりあえず100からいってみますかね。 100W 抵抗値がいくつなんだろうねこれね。よいしょ、100W ですね。抵抗値 0.12、 これ絶対おすすめしません。3.46V ですね。ではこれでいってみますね。はい、 100V ですね。こっちはマックスの 10V12 ね。やっぱ煙は出るね。なんかね、さっきこれやってたせいか、うん、おとなしい感じですね今ね。 100W でも、ただ 100W だとこれね、液がジュルジュルきますね。ジュルジュルとかパチパチ飛んできます。なのでワット数が圧倒的に足りない、低いワット数では吸えないですね。じゃあ次は 150W。 4.14V ですね。 150W です。 150W ね。4.14V、150W いってみます。お、これでリキッドがバチバチきませんので、これがアベレージかな。これおそらくこの上はね、吸えないでしょう。一応やってみますけどね。これもこれでね、もうかなりなもんですね。 150W、 アベレージだとこれぐらいがおすすめかもしれませんね。なんとかいい感じかな。ちょっと耳の後ろがゾワゾワしますね。はい、では今度は200W だと 4.75V ですね。 200W 4.75V、 200W いきます。かなり熱くなっちゃってますね。相当熱持ちます。絶対にこれも真似しない方がいいですね。かなり熱いんでもうね、300いっちゃおうかな。 315W ね、マックス1発か2発ですねこれ多分。もう無理、絶対無理。 5.6762V です。これね、絶対無理ですね。もう、この瞬間でこの音。
いやこれね、アトマイザー半端じゃないし熱持つし、モットはね大丈夫だけどね、これはもう一発かな。これはもう実用範疇どころか吸えないですね。焦げてはいないですけど無理です。はい、まあそんなところで150ワットぐらいかな。まあ、落ち着いて爆炎できると、限界150ワットが限界でしたね。こっちも V12、これは普段使えないね、使わないですね。はいね、バカでっかいしね、どうにもなんないかなってところですけど、はい、以上です。ちなみにどれぐらいでかいかだけ分かる、これ25のね RDA のやつですけど、 25mm です。ここにつけるとどうなるかね。もうこの時点でね、こう分かりますよね、こんな感じですね。もうこれね、どうもなんないですね、でかいでかいとしか言いようがないです。はい、以上でした。気持ち悪くなっちゃった。